行こうか。そして再び魔獣の情報収集のため村へと戻った。いいですか。わかりました。よろしくな。終わったね。
これで決める。お前たち。と手強い相手だ。大丈夫かな。行くぞ。これで決める。
終わったな。お疲れ様。報告に行こうぜ。俺たちは魔獣の討伐を終えたことを村の住民に伝えた。住民たちは例の魔獣がいなくなり安心したようだ。ありがとう。どういたしまして。そして俺たちは再びいなくなった子供たちの情報収集に戻ることとなった。ねえ、ほらあそこ何か騒いでいるみたい。揉めているのかしら。とりあえず行ってみましょう。一体何の騒ぎですか？ああ、何人かの村人が近衛兵と揉めていてね。近衛兵と？どうしてです？あんたらは知らなさそうだな。最近村の子供たちが何人か行方不明になったんだ。行方不明？対策本部で聞いた事件と関係があるかもしれないよ。ああ、そうだな。では近衛兵の捜索でも子供が見つからないからあのような騒ぎになっていると。いや、騒ぎの理由は少し違うんだ。実は行方不明の子供を探してくれるよう近衛兵には再三頼んだんだが、彼らは一向に応じてくれなくてね。業を煮やした村人が近衛兵に詰め寄っているのさ。なぜ近衛兵は村人の求めに応じないのでしょうか？わからないけど、騒ぎがこれ以上広がる前に止めよう。たかだか平民風情が我々の職務を理解しているのか？それはもちろん分かっています。ですが魔獣がうろつく状況の中で村の外で子供たちを探すなど私たちには困難なのです。何度言われようと無駄だ。我々に暇などないのだ。失礼ですが、その辺で言い争いをやめてはいかがですか？ん？貴様何者だ？私は宗剣士として魔獣退治に協力しているものです。事情は聞きました。なぜ子供の捜索に対応しないのですか？迷子になった子供の捜索などしつけを怠った親の仕事だ。いなくなった子供たちの中には一人で村の外に出られないような子もいました。もしかしたら魔獣の仕業かもしれません。魔獣の仕業だと？自分たちの行動を顧みず我々近衛兵の職務怠慢だと言い張るつもりか？いえ、決してそんなことは。付き合ってられんな。我々の責任ある職務を侮蔑する者に傾ける耳などない。そのようなことが許されるなど。なんだ、何か用か？いえ。あまりにひどい。このような者たちに北帝国が守れるというのか？メディナ。メディナだと？もしお前オルティナノスケの小娘か？なぜ私を知っている？我が弟は修剣学院に通っていてな。何でもオルティナノスケのメディナという小娘が我が弟を差し置いて生意気にも上級修剣士になったというではないか。欠陥品が所詮不正でも行いのし上がったのだろうが、こんな場所に一体何をしに来たというのだ。オルティナノスケのものと同じ空気を吸うなど耐えられん。私は今の発言を訂正してください。アリス様、メディナ殿は正当な手段で上級修剣士になられたのです。そうだぞ、俺は試験を見ていた。不正なんてメディナはやっていない。なんだと、小賢しい学生どもが。なんならここで切り捨ててやるぞ。ここでは人の邪魔になります。立ち会いならば場所を変えてお受けしますが。何？おや、
まさか学生相手に敗北するかもしれないとお思いなのですか？そんなわけはなかろう。私は多忙ゆえ相手をしている暇がないのだ。まあいい、今回だけは見逃してやる。私の寛大さに感謝することだな。アリス、メディナ、大丈夫か？おそらく以前の自分なら聖豪騎士であることを理由に躊躇なくあの者を処罰していたでしょう。しかしそれでは貴族としての地位を盾に村人を愚弄したあの者と同じになってしまう。アリス様、ありがとうございます。当然のことです。大切な仲間を愚弄されるなど許せませんから。仲間？それはそうと、キリト、カラントの捜索が滞ってしまうかもしれませんが。なあ、俺も同じことを考えていたよ。子供たちを探すんだろ、心配しなくても。みんなアリスと同じように考えているはずさ。はい。あの、なんでしょうか？子供たちは私たちで探します。本当ですか？しかしあなた方も魔獣退治という仕事が。そんなことはどうでもいいですから、早く探しに行ってあげないと。どっちにしろカラントを探すためには村の近くを捜索する必要があるし、問題ないわよね。そうです、私たちでやりましょう。ありがとうございます。早速力を貸してくれる方々がいらしたと他の者たちに伝えてきます。ありがとうございます。みんな、それじゃあまずは村の人たちに話を聞きに行こうか。少し話を聞いてもいいですか？あ？なんだよあんたら。ええ、実は失踪した子供たちについて調べているんです。おお、そうなのか。何か知っていることがあれば教えてくれませんか？ああ、手がかりになりそうな情報だよな。何でも構いませんよ。失踪する前の子供の様子でも村の様子でも。そういえば気になるもんを数日前に見たな。何でしょうか？馬車だよ。村で馬車を見たんだ。馬車ですか？それほど珍しいものとは思えませんが。いや、馬車自体が珍しいわけじゃねえさ。商人の中には馬車に乗ってくるやつもいるからな。ただ俺が見た馬車は貴族のものだったんだ。貴族の馬車？商人の馬車とはやはり違いますか？ああ、見た目が随分と豪奢で、それに貴族の紋章が描かれていたからな。この村で貴族の馬車を見たのは初めてだったから、随分と違和感があったのを覚えているよ。貴族の馬車か。確かにルーリットの村でも見たことがないかな。紋章ってことはそこから所属だったり家系なんかを突き止められるかもしれないね。ではその紋章について詳細を教えてもらってもよろしいですか？ああ、もちろんだよ。すみません、失踪した
地について調べているんですが、少し話を聞いてもよろしいですか？おお、子供たちについてか。しかし、助けになりそうな情報は持っとらんの。どうした？この首飾りが気になるのか？随分と立派だと思って。あ、いえ、すいません。いいんじゃよ。わし自身、自分でも不釣り合いじゃと思っとるからな。俺は皇帝に仕えていた頃にもらったものなのじゃ。あの四皇帝の一人に仕えていたのですか？ああ、北帝国皇帝にな。ずいぶん昔の話じゃが。それならば北帝国にいる貴族に詳しかったりしませんか？貴族に？まあそれなりにはの。ではこれを見てください。失踪した子供を探す手がかりです。この紋章がどの貴族のものか知りたいのです。ああ、これはおそらくオーレシアン家の紋章じゃな。聞いたことないな。オーレシアン家の人にはどこに行ったら会えますか？邸宅がある場所を教えよう。行ったところで会えるとは思えんが。それでも行ってみます。ありがとうございました。任せてください。ここがオーレシアン家の邸宅だな。貴族の家だけあって立派だね。早速話せるかどうか聞いてみよう。止まれ。ここは由緒あるオーレシアン家の邸宅だ。何者をも入ることは許されん。俺は北セントリア修験学院上級修験士のキリトです。実はある事件を追っていて。修験士だと？修験学院の学生がこの場所に何のようだ？だから事件を。当主からは何者をも邸宅へ入れるなという命令を受けている。話だけでも一度聞いて。その必要はない。直ちに立ち去れ。貴族ですし、やっぱり難しいですね。ちょっと待って、アリスの権限で邸宅へ入れてもらうことはできないの？もちろん、聖号騎士という身分を明かし邸宅へ入れてくれと頼めば
相手はそれを許可するでしょう。しかしそれは衛兵や貴族が絶対に拒否できない命令を下すのと同じことです。オーレシアン家が失踪に関わっているとわからない以上、やはりむやみに騎士としての権限は使うべきではないかと。なるほどね。悪かったわ、アリス。あなたが決めたことなら私もそれを支持する。もちろん私もです。他の方法を考えましょう。キルト君、何かいい方法はない？頼んでダメなら侵入するしかないだろう。あんたね、そんなの論外よ。やっぱりここで待つしかありませんか？そうね。もしかしたら馬車の出入りが確認できるかもしれないわ。見てください、邸宅から馬車が出てきます。ちょっとアリスさん、静かに。失礼しました。こうもうまくいくとは思わなくて、つい。一体どこへ向かうんだろう。思い切って呼び止めて中を確認するか。そんなの良くないよ、キリト。ユージオの言う通りです。今の私たちに貴族の馬車を止める権限はありません。わかったよ。とはいえ馬車を見送るためだけにここに留まっていたわけじゃないだろう。そうだね、後をつけてみよう。頼む。ええ。